では私からあなたのアプリケーションを本番システムで動かすためにというタイトルで発表いたします。サイドになりますが、このスライドは公開しています。QR コードはこの後のスライドにも載せています。簡単に自己紹介させてください。コカード翔太と申します。普段は株式会社レブコムというところでバックエンドエンジニアとして働いています。普段から Python とか AWS のシステム。 それから CICD やコンテナといった技術に触れています。今回、初めてパイコンでお話しさせていただきます。ありがとうございます。簡単に先に会社の宣伝をさせてください。株式会社レブコムは、コミュニケーションを再発明し、人が人を思う社会を作るというミッションのもと、 電話営業や商談のコミュニケーションを AI で可視化、分析するための SARS である m e e t e という製品群を開発、ご提供しています。バックエンドの技術として広く Python を利用しています。エンジニアは現在100名ぐらい全体でいます。ぜひ興味お持ちになりましたらご覧ください。宣伝は以上です。 本日ののトークの概要ですまず一般的なサービス開発とかその運用において必要となる知識基礎的なお話を本日はします今日はアプリケーションとかサービスについてはウェブアプリとかウェブサービスという枕言葉がつきますそれからフレームワークのその機能の背景にあるようなその考え方とかをお話しします なるべく特定のフレームワークやツールには依存しない汎用的な内容を心がけますただサンプルコードとか参考リンクは Jango というフレームワークを例にしています本日は特定のフレームワークとかライブラリそれ自体の使い方については深掘りはしませんそれから個々のトピックについての深掘りもしません Jango の基礎使い方とか ORM とは何ぞや どう使うのかとかコンテナ技術とは何かみたいな個々の深掘りのことですえ今日は主に初学者向け入門者の方に、えー、向けてお話をしたいと思ってますちょっと簡単にアンケートを取りたいんですけどけれども、えー、自称で自分は初学者だ入門者だっていう方はぜひちょっと手を挙げていただいていいですか自称でいいんですけれどもありがとうございます割 半分近くといいうう感じですすかねありがとうございます今日は、えー、今日、明日からすぐにでも実用できるという話はもしかしたらないかもしれません。ただ、しばらく経って、えー、こ今日お話しするような内容が、えー、お役に立てば光栄です。えー、今、手を挙げなかった中級者以上の方においては、あの分かる、せやなって、えー、ぜひ言ってほしいなと思います。これれれを言わせられれば、えー 今日の僕のの僕トークの価値になるかと思いますぜひあのソーシャルでの実況もお願いしたいです、えー、では、えー、今日はあのトピックたくさんあるので、えー、それぞれ、えー、ピックアップしながら話していきますとその前にですねちょっと前置きの話をしますシステムを運用するということです われわれ開発者にとってアプリケーションを開発するということは非常に重要な関心事かと思います。ただ、これは実際に本番システム、本番のサービスとして運用して、やっとビジネスができると、お金が稼げるというわけです。サービスを提供することっていうのは、まあ、本番システム、本番環境というやつですね。でこれを、えー、継続的にシステムが動くこと、これを運用と言います。例えば、まあ アプリケーションを作る、えー、開発をするっていうプロジェクトが3か月とか、まあ、長くて半年とかもうそれぐらいのプロジェクトになるかもしれませんがいざサービスが開始して運用が始まるとなるとビジネスが続く限りシステムが続くわけですので、まあ、1年とか3年とか順調にいけばもっと長く続くわけですビジネスがが、えー、続く えー、サービスが増える、あのー、成長するということは、ユーザーが増えていきますよね。ユーザーが増えてデータ量が増えるし、アクセス数やリクエスト数が増えていきます。それからビジネスの要求が、えー、刻一刻と変化します、仕様変更というやつですね。それに伴って品質維持、バグを、えー、バグだらけにしてしまってはだめなわけです。あすみません、ちょっと。はい アプリケーションとはサービスという言葉と必ずしも一致しませんサービスという言葉には多くのコンポーネントが含まれていますネットワークを作らないといけないサーバーを立てる DNS とかデータベースも必要ですし CICD を回すといういろんな要素が必要になってきますこの AWS の図は、えー、と Amazon の公式のブログの一つなんですけれどもこうあえてちょっとごちゃごちゃしてるように見える図をピックアップしてきました ですが、えー、っと普段僕も AWS でサービス作ってますけれども、わりかしこの図であれば、比較的シンプルな構成にと言えるのかなと思います、これでもです。でアプリケーションというと、<laughs> この中の真ん中に、ね、動く、ジャンゴとかあのフレームワークを使ったアプリケーションというのは、本当にサービスの中のごく一部であるということを理解してください。 ごめんなさいアプリケーションはサービスの中の一部ですアプリケーションを開発するということはフレームワークの使い方を覚えるだけということにとどまりませんサービスを稼働させるためにはいろいろな知識が必要ですので目を向けていきましょう再びトピックです実際にこれから入っていきますまずは実装のお話です実装編まずは ORM です ORM とは、えー、一般的にはリレーショナルデータベース、まあ、いわゆる DB に対してデータ操作を抽象化するための仕組みです。ORM ではないその対義語としてはロー SQL とか生 SQL とか、えー、言ったりします。実際のコードが左右にあります。まあ、なんとなくこう左右でやってることは似てるのかなというのが分かるんじゃないでしょうか。ORM ですけれども、えーまあ、いろんな議論が あったりしますけれども、多くの開発シーンで ORM の利用を僕としては推奨します、利用するべきだと考えます。それはなぜか、大きな一つの理由はセキュリティです。代表例として SQL インジェクションというものを紹介します。ここに簡単なログインする画面を考えてみます。メールアドレスとパスワードを入力する。このとき裏側では、 メールアドレスからユーザーを検索するという SQL を実行することになるかと思います。仮にここでこんな入力を考えてみましょう。まあ、e メールでもない、まあ、よくわからない文字列ですが、これは非常に悪意を持った、まあ、攻セキュリティ攻撃というやつです。この時上と比較してどうなるかというと、まあ、そのまま当てはめてこうですよね。この時に このセレクトの予約が必ずトゥルーになります。もちろんこの後にパスワードの検証は行うと思いますが、そもそもすべてのユーザーのデータがこのセレクト文で検索できるわけで、何らかのリスクが生まれることになります。ORM はセキュリティについて考慮されています。こういう場合は適切にエスケープというものをすることが必要になります。 ORM は多くの開発者が長年かけて開発してきた賜物であります。なるべく最新バージョンを使って更新していきましょう。それから正しい使い方、ツールですので何事もそうなんですけれども、正しく使って覚えていきましょう。典型例としては N プラス1問題という有名な事象があります。正しく使うには SQL の一般的な知識も必要になってきます。続いてテストです。 テストとは、まあ、ここでははユニットトトトテテテスススつつままりテストコードといいうものについてお話し,しますテストは重要です。開発する機能の動作を開発者自身が保証することです。テストコードを実装することは開発者の責務の一つだと言えます。あるいはテストのないコードはレガシーコードだという説もあります。 いやそうは言っても時間がないからテストを書かないんだよねというこれなんですけれどもそうではなくてテストを書かないから時間がなくなっていくという側面も往々にしてあります大半がもしかしたらそうなんじゃないでしょうかこれに関してあのティワダさん有名なあのティワダさんという方が、えー、損益分岐に関しては一ヶ月続くソースコードであればを簡単に逆転してしまうというあの言説があります。 はい、続いいてどんどんんきますす、えー、エラーハンンドリングです皆さんエラーハンドリングをちゃんとしているでしょうかできているでしょうか胸に手を当てて、えー、考えたいですねエラーハンドリングとはエラーを発生させないことではありませんありませんいいプログラムとは例外が起きないプログラムではありません例外というのは意図しない挙動が起きていることのシグナルでありそれをプログラミングで 実現する手法の一つですよくない例一つ考えてみましょういわゆるエラー例外の握りつぶしです6行目エクセプトすべてのごめ、うんなさいこの例外が発生し,たしても何もしないという処理をしていますこのことを Python における例外の握りつぶしと言いますここで、まあ、CSV ファイルをオープンとしてますけれども何もしないと7行目以降に処理が 続いていくんですけど、まあ、なんか CSV を処理したいのに、その下に処理を進めても意味がないですよね。この場合、早めに処理を終わらせて、その以降の処理を実行しない方が安全なわけです。適切に処理を終了させる、例外を,発生例外を出して終了するということもいいプログラムの一つです。 続いて少し実践的ないわゆる REST API のバックエンド API の実装を見てみます。ここで HTTP というプロトコル、まあ、ウェブの基本的な仕組みですけれども、ステータスコードという考え方があります。200番台なら正常形、400番以上はエラー形というイメージです。ここでも例外が発生するようなパターン、ユーザー d o e s n o t e x c e p t i o n と、えー User does not exist ですね間違えてますかね、えー。例外がありますけれども、えー、ここで、この部分ですね、一見、例外をと,とともに、404ノットファ u ンドというのを返しているように見えるんですけれども、12行目、このままの状態だと、デフォルトで、ジャンゴの場合は、ステータスコード200番付与するので、200番というステータスコードなのに、ノットファ u ンドだよというちぐはぐな状態が起きてしまいます。 なんかこんなプログラムのミームがあるんですけれども200番だよって返してるのに中身を見たら404みたいなこれをやると怒りますね僕は怒りますこの場合だとステータスイコールという引数でステータスコードも400番だよという情報を与えましょう 少しアドバンストな内容としてジャンゴの仕組みで、えー、全部仕組み化で細かいことを気にしなくていいようにできる仕組みもあります。これについてはちょっと割愛します。後で見返してください。続いてロギングです。アプリケーションの処理においてログを出力しましょう。ログはプログラムにおけるほうれんです、えー。処理の途中、それから前後でブログを出しましょう。 プリント分ではなくロガーを使いましょうこれ重要です。ロガーを使うとログレベルという概念があって使い分けることができます通常の情報であればインフォーとかエラーが起きたらエラーというレベルがありますエラーの時だけ出すのではなくて通常の処理インフォの情報も是非出力しましょうログ出力がないことそれ自体が情報になりえます それからログは 5w1h を意識しましょう。ただし、えー、パスワードとかあの、セキュアな情報は気をつけましょう、えー。ロギングは簡単で、これぐらいのセットアップで7行目、8行目、ロガードットインフォ、ロガードットオーニング、警告ですね、エラーとか、こういうふうに簡単に出すことができます。実装編は以上です。続いて、設定ファイル編です。 セキュリティセキュリティの重要性を認識しましょう。当たり前のことを言っていますけれども、認識しましょう。これは、えー、プログラマー、エンジニアとしての、えー、倫理だと思います。キーノートにありましたね。Web サービスでは、結構個人情報を扱うケースっていうのは多いんじゃないかと思います。住所、氏名、パスワードとか。これらが漏洩してしまうセキュリティインシデントによる事業被害は計り知れません。よくニュースでやってますよね。 クレジットカードの情報とかも考えるとゾッとしますよね。ですので、開発者としては、一般的なセキュリティ対策を理解しておきましょう。OS コマンドインジェクションとか、XSS、えー、クロスサイトスクリプティングとか、CSURF、クロスサイトリクエストフォージェリーとか、長いんですけれども、まあ、あの一般的なものを挙げました、たくさんあります。 一方でセキュリティあのたくさんあって大変なのでぜひフレームワークの仕組みを有効活用しましょうジャンゴにおけるセキュリティ対策は先ほどの、えー、セキュリティ脆弱性には考慮してあって対策することができます加えて一般的にユーザーの入力を受け付けるまさに先ほどの例ですね悪意を持って、えー、入力してくるユーザーボットとかいますので、えー、気をつけましょう 続いいて環境の使い分けです。開発検証用と本番用複数のシステム環境を用意して運用しましょう開発用と本番用開発者は開発用をユーザーは本番用とちゃんと使い分けをしましょうそれから環境ごとに設定値どうしてもアプリケーションとかフレームワークの設定値っていうのは 出てきますので、それらも環境に応じて簡単に使い分けられる、開発だったらこっち、この値、えー、本番だったらこの値っていうのを、えー、使い分けられる仕組みを準備しておくということですね。えー、例えば、これも本当にジャンゴなんですけれども、えー、デバッグトゥルーとか、まあ、このあたりの <laughs> 設定値っていうのは、環境ごとに使い分けたいんです。デバッグモードトゥルーというのは、えー、本番環境では絶対にやってはいけません。 これをどうするかというと、ディレクトリー構成を工夫することで、ある程度ましにすることができます。セッティングス、先ほどは settings.py、一つのファイルだったんですけれどもディレクト、フォルダーにしてしまって、その中に複数のファイルを詰め込むという形です。base.py には共通の設定値を、それから実際の環境デベロップには開発用プロダクションだったら本番とか。 そういう形で上あの環境ごとの値はそれぞれに定義するということが有用です、はい。最後、その他としてデプロイトコンテナ化です。デプロイトは、まあ、要はリリースのことですね、開発したアプリケーションを実際に適用することです。ここが開発からサービス運用のフェーズの分解点であるといえます。 リリースしたシステムがそのリクエストの増大とかさっき言った負荷に耐えて稼働し続けることが重要です。負荷増大に備えてシステムを増強できるように準備しておきましょう。このことをスケーラビリティと言います。スケールするには2つのパターンがあります。スケールアップとスケールアウトです。ここでは少しスケールアウトについて深掘りします。 このスケールアウトっていうのは、クラウドシステム、昨今のクラウドをよく使う環境とは相性が良いです。そしてそのためには、アプリケーションにステートレスな特性というのが求められます。ステートレスとは何かというと、過去の状態とかをプログラムの内部で管理しない手法のことです。例えば、ログインセッションとかショッピングカートとか、Amazon にアクセスしたときにすでにログイン済みの状態だったり、あるいは、 カートに入れるって押してページを更新してもカートに入ったままですよね。そういうことをステート、状態と呼びます。まあ、例えて言うと床屋さんに行っていつものって言うとあいよーって言うとステートレスだと何言ってんだこいつってなるみたいな感じですかね。ステートはなるべくプログラムの外部で管理しましょう。データベースとかキャッシュシステムとかクッキーなどです。 最後にコンテナです。コンテナというのも非常にこの短時間でとても解説できるものではありませんあえて一言で言うとアプリケーションのために隔離仮想化された環境ですこのため一般的にはスケールアウトとの相性が良いとされていますコンテナはやはり昨今の開発者にとっては必須の知識だと言えますコンテナ技術について理解してそのベストプラクティスを学んでおきましょう ちょっとここでヒントだけ言うと、コンテナとはあくまで OS 上の一つのプロセスでしかありません。よく仮想マシンとどう違うんだっていうのを比較されるんですけれども、根本的に考え方が違います。コンテナとはアプリケーションそのものだという理解をしておくと、少しイメージしやすいかもしれません。ただ、まずは簡単なチュートリアルから始めて徐々に学んでいきましょう。まとめです。 システム運用とはサービスそのものでありビジネスを継続することです。本番システムに適用して初めてお金が稼げるというわけです。そのために必要な知識はたくさんあります。実装、テスト、セキュリティ、いっぱいあります。開発者はその実装方法だけにとどまらずいろんな視野を持って学んでいきましょう。ただし、すべてを一度に完全に理解なんてとても無理ですので少しずつ 頑張っていきましょう楽しんで、えー、エンジニアリングをやっていきましょう最後あのおまけを、えー、参考リンクの書籍とか書籍を載せています、えー、それからあの記事スライドの中で参考リンクを載せていたものをまとめています以上ですご清聴いただきありがとうございました 発表ありがとうございました。質問がある方は挙手をお願いいたします。はい、発表ありがとうございました。あのテスト環境と本番環境でそのまあデバッグモードをするしないとかで。 その使い分けてまあ万が一本番環境デバッグオンになってないようにみたいな話があったと思うんですけども僕もそのテスト環境と本番環境を使い分けて、こてう,うっかり本番にこうテスト用のものが入ってないかとかっていうところを結構聞き使ったりしていますと。でえっと今ファイルを2つに分ける方法あるよって話でご紹介いただいたんですけれどもえっとなんか僕自身だったらやりそうだなと思ったのが。 テスト環境で変えたコードを本番環境にあの適用というか反映させ忘れるみたいなことが起きそうだなと思ったんですけど、そういうことが起きないように何か工夫されているものとかありますか？という質問です。ありがとうございます。えー、それは開発環境開発していたソースコードの状態をよしこれで OK っていうものを本番環境に適用するのを漏れたりとかまあ忘れたりとかっていう差分が生まれるようなイメージですかね？ はいわかりましたそれに関しては、どちらかというと、環境の使い分けというよりかは、開発したものを本番に適用する、一連の流れのフローを組むことが重要だと思います。で、それが、いわゆる CICD、そのデプロイですね、デリバリバ継続的デリバリーと言いますけれども、CICD というキーワードが一つ有用かと思います。 その開発してから、リリースするところ、まあ、人がやるとどうしてもミスをしてしまうので。自動化したりとか、そういうプラクティスが存在するので、ちょっと調べてみてください。わかりました。ありがとうございます。はい。他に質問がある方は、挙手をお願いいたします。はい。あちらの。 ああ発表ありがとうございます、えっと、僕自身も今ウェブアプリケーションの技術について学んでいるんですけどコカドさんは発表の中でいろいろな技術で出てきたと思うんですけど、ま、どういう順番で勉強されたみたいなとか <laughs> 勉強の仕方だったりとかっていうのを教えていただけ,いただけると嬉しいいですはい、ありがとうございます。 僕自身は実は、えー、今ソフトウェアエンジニア開発をやってるのはここ45年ぐらいですでそれまではインフラエンジニアでしたあのオンプレとか本当にやってたぐらいのインフラエンジニアからやっぱりクラウドのシステムをあのもっと使いたいなと思って開発の,あのところに足を踏み入れたので結構ネットワークとかインフラ的なところのバックボーンがあったりしたんですよねでですので えー、ただやっぱり今運用システムをサービスを運用する上でそのあたりの知識は必須だと思いますので、えーまあ、順番はどちらでもいいと思うんですよねその領域を広げる人の人狭い領域にとどまらず少しちょっと隣の領域に興味を持って学び続けるっていうのが重要だと思いますちょっとあんまり書いてなくてすみませんまたはい後でお話しできればと思いますありがとうございます 他に質問のある方挙手をお願いいたします。あ、あちらの。あ、あの素敵な発表ありがとうございました。えっと一点ちょっと気になった点として、ORM が推奨っていう話があったと思うんですが、SQL インジェクション文脈だと SQL ビルダー。 とかでもなんか十分なのかなと思ったんですけど、まあ、より ORM が推しのポイントがあればちょっと知りたいなと思ってあの質問させていただきました。はい、ありがとうございます。そうですね、ORM えっと今日紹介していたジャンゴまあ非常に有名であの Python の中の大きなまあ二台三代ぐらいのフレームワークだと思います。で、ジャンゴに関してはえっと ORM がそもそもあの付属している っていいう点が1つ大きいです他のフレームワークだと Web フレームワークの中に ORM を内蔵していなくてその専門専用の ORM 専用の Python のライブラリとかフレームワークとして組み合わせて使うってうことが多いんですけれどもそこが一つこう1つに統合されていてジャンゴとして使えるっていうのが僕はジャンゴが好きなポイントの大きな一つだったりします。で まあそうですね、クエリビルダーあの SQL クエリビルダーみたいなツールと組み合わせるっていうのはなんか今言った、えー、ORM 内蔵していないツールの中で、うん、ORM と呼ぶかクエリビルダーと呼ぶかみたいなその呼び方だけの問題っていう側面もあるんじゃないかなとは思います、えー、そうですね ORM をしなんかより、まあ、Python の処理としてあくまで Python のプログラミングコードができるっていうところで Python の開発者はあの好まれているというのが一つ挙げられるかなと思いますね。ありがとうございます。他に質問のある方は挙手をお願いいたします。はい。質問はなさそうですので。 コカドさんのトークを終了いたします発表ありがとうございました参加者の方は大きな拍手をお願いいたしますこれ以降で質問がある方または直接お話ししたい方はあのロカ下ホワイエでお話しすることができますスピーカーも移動しますので壇上周りに集まらないようご協力お願いいたしますでは発表ありがとうございました